フィリップ・ソレルスは、フランスの小説家、批評家、映像作家。実験性や広範なテーマを備えた数々の小説を発表する一方で、雑誌、テルケルを主催し、思想や文学理論、さらには、政治活動などで、幅広い活躍を見せた。20世紀後半のフランス文学の重要人物の一人と、目されている。百五十七年に、 挑戦によって、デビュー、当初は、伝統的な心理小説の手法により、アラゴンらに絶賛されていた。1960年、ジャンケロールらの支援を受けつつ、テルケルを創刊し、言語と生の刷新を目指して、活動を開始する。同志は、様々な思想家や、文学者による新しい理論や、知の発表の媒体となるとともに、 ソレルス自身の文学や政治に対する立場を表明する場となった。ヌーボーロマンに対する関心からソレルスも伝統的な小説手法を離れ、多面的な実験性を盛り込んだ小説、講演によってメディシス賞を受賞した。その後はヌーボーロマンから次第に離れ、現代思想、特にいわゆるポスト構造主義との親近性が強くなる。 クリステバラの思想と並行するような前衛的作品を次々に手掛ける中で次第にエクリチュールの問題の前景化が顕著になり主に70年代後半に書かれた楽園においては苦闘点のない文によるエクリチュールの流れについての実験が繰り広げられたまたこの頃は政治的にも活発に活動しつつその政治的立場を共産主義からマオイズムさらには アメリカ流の脱中心主義的連邦制へと急激に転換している。1982年にテルケルが廃刊になると、翌年からソレルスの小説は伝統的な手法に戻ったが、小説の持つ可能性を追求するという立場そのものはその後も変わっていないと言える。ソレルスの作風は大きく伝統的手法の時代と前衛的手法の時代に分けることができ、 また前衛的手法の時代の作品の成り立ちも時期によって違いがあるため単純にひとまとめにして説明することはできない。ただ違いは踏まえつつもある共通点が伺えるのも確かである。前衛的手法の時代には物語の解体、文法規範からの逸脱、エクリチュールの実験性といった共通の思考が指摘される。また手法が伝統的か。 前衛的かを問わず、広範かつ多彩なテーマを小説の中に盛り込もうとする姿勢がいくつもの作品に認められる。ありがとうございます。